はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、リクエストがあったんで、こちらのね、はい、前回ご紹介しましたヴィンテージバイクキット、はい、それの RZ ですね、こちらをね、ちょっと私組み立てたんですけれどもね、それをちょっとお見せしたいんですが、あのね、まあボックスで買ってね、全部コンプリートはしてるんですけど、これね、あまりの難しさにね、1台しか組み立てられなかったです。しかもその1台がね、もうひどいことになってます。どうひどいかっていうのもね、見ていただきたいと思います。では早速ね、はい、ご紹介しましょう。はい、組み上げた私の RZ、 こちらダダンとね、はい、いや、これ組み立ってたはいいんですけど、あのところどころね、難があるんですよね。まあ一見するとね、ちゃんと組み上がってるじゃないと思うじゃないですか。いやね、これね、まずね、ここにねあるはずの、これ本かな、あのここのパーツですね、あの確かこれ本だったような気がするんだよな。これがまずないんですよね、私の、なんでないかって言ったらね、なくしましたね。はい、なのでついてません。はい、であとはペダルがありますよね、ペダルがありますが、こちらね、クラッチとブレーキがないんですよ。いや、それもなくしましたね。はい、いや、いかんせんね、これね、めっちゃ細かいんですよね。細かすぎて、これとかね、クラッチペダルとかブレーキペダルとか、そういうのがね、めっちゃね、全然つかないんですよ、本当につかなくて、もうイライラして。これ本当ね、難易度高すぎでしょっていうぐらいね、めちゃくちゃ難しかったね。ガンプラの方が全然簡単だわ。いや、あの接着剤もね、ところどころ使用してくださいみたいなこと書いてあったんですけど、まあ、途中からね接着剤は使用しました。でもね、全然つかない、もう全然つかないし、本当どっか行っちゃうし、もう散々でしたね。なのでもうめっちゃ不完全品です。ちょっとここ斜めってるしね、マフラーもね、マフラーもこれ全然くっついてないんですよね。今も取れそうなんですけど、まあ、これ付け直した方がいいのかな、めんどくさいんですよね。いや、ほんとこれね、組み立て始めて思い知りましたよ、これきつっと思ってね。まあ一応ね、タイヤは回転すんだろうけれど、ちょっと怖えな、でフロントフォークもね、つけてたらね、ひん曲がったりしちゃってね、すっごい直したりして時間かかりましたね。なのでもう1台作ってもゴリゴリと思って1台しか作りませんでした。まあこれのいい点はね、水転写デカールなんで、デカール自体はいいですね。で、まあこれだけじゃないんですよね。一応ね、前にガチャガチャでやった同スケールだと、同スケールかな、ちょっと大きめなのかな、別のやつを紹介します。はい、これなんですけれども、川崎ゼファーですね、ゼファー界、
ヴィンテージバイクシリーズ、これはまたメーカーさんが違うんですけれども、ラインナップはねこういう感じで、年代によって、商品ラインナップが変わってるね、はい、で私がね、引き当てたのが何かっていうとね、はい、こちら、はい、2007年式ですね、はい、最終型の2007年、 G8F タイプ、はい、それがこれ、これの方がまだ簡単でしたね。いやこれもむずと思ったんですよ、組み立ててて。むずっと思ったんだけど、ただねこれはね全パーツちゃんとくっつきましたね、しかも出来も良くないですか、めちゃくちゃあれと思ってね、なんか自分的にはこっちの方がいいなと思って、でこれねちゃんとこうタイヤも回るんですよね、でハンドルもまあ極端には曲げれないですけれども、でこのサイドスタンドプラプラなんですけれどもねまあそういうところもあるんですが、どうなんでしょう、スケール的に。でこっちのガチャガチャの方もね、ちゃんとポロってね外れますね、サイドスタンドああまた外れた。これもね一応水転写デカールなんですよね、なのでほぼほぼ仕様的には変わらないんですが、こっちの方が組み立てやすかったですね、こっちもね接着剤は使用しましたが、どっちもねやっぱこういうミニサイズのバイクキットってめちゃくちゃ難しいね、自分には難易度は高かったです一応ね同スケールじゃないんですけれども、ちょっと似合いそうに、クローズの坊や春道のフィギュア置いてみましたけれども、これと一緒にやる飾るとね、なんか映えますよねやっぱね、まあ全然春道の方が大きいんですけれど、これでスケールがあってればめっちゃねあってかっこいいなと思うんですけれどもね、まあ、てな感じですね、はい、いやちょっとねこれからちょっとこういうミニキット、特にバイクのこういうね小さい組み立てキットはちょっと買おうか悩みますねめっちゃ組み立てづらかったわ、ということでね今回はね、ちょっとリクエストがありましたんで、ちょっとお見苦しい感じに仕上がった RZ を見ていただきましたが、はい、まあ、こんな感じでね、まあ、リクエストがあればねその都度いろんなものをね、追加で動画上げさせていただきますんでね、この機会にぜひチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。